皆さんこんにちは。コーヒー&クラフトのルシア TN です。数日前に公開したこの Windows 版の、レザークラフトキャドのベータ版ですけれども、本当にたくさんの人がこのベータテストに参加してくれて、作者としてはですね、もう本当嬉しい限りです。何名様からかですね、お問い合わせいただいて、僕もですね、これはっきりソフトの方に書いておけばよかったなと思うんですけれども、今現在ですね、このレザークラキャドですが、プリンターへの直接の出力には対応してないんです。できるんですけど、なんかこう寸法がちょっとずれるんですよね、微妙に。ということで、今の推奨の方法としては、まずですね、 PDF に、出力して、でそれを例えば Adobe、Acrobat Reader とかそういう PDF ビューアーで読み込んで印刷するという方法を推奨しています。でそうすることで本当ですね、1ミリどころか 0.1 ミリもずれない、印刷が可能になります。ということで、今回の動画はですね、それをどうやってやるのかというのをお見せしたいと思います。で、まあ、ついでにですね、リポジトリ機能っていうのがここにあるんですけれども、まあ、こういう使ったこと、ある方もいらっしゃると思いますけれども、何かですね、1万円札とか500円硬貨とかクレジットカードとか形が分かっているものをあらかじめサイズ登録しておいて、それを呼び出して使えるという機能でして、例えばまあ1万円呼び出してみると、まあ、こんな感じでですね、この1万円に対して iPhone がどんな大きさなのかみたいなのを、もう知ることができますし、この1万円が入るようなお札を作るときにとても便利な機能なんですけれども、まあ、これをですね、自分で、好きなサイズを登録することができるので、それの使い方も一緒に説明したいと思います。なんですけれども、これをですね、まあ、早速印刷してみたいと、でファイルメニューからですね、印刷ってここにありますので、これ選びます。そうすると、まず最初にですね、どのプリンターで印刷しますかと、すいません、これですね、ちょっと英語版の PC なので、もしかしたらボタンの名前とかね、細かいところがやや違うかもしれないんですけれども、まあ、大体の雰囲気は同じはずなので、説明を続けさせていただきます。でですね、ここに皆さんが、ご自宅でお持ち、ご自宅とか職場でお持ちのプリンターがですね、書かれているんじゃないかと思うんですけれども、このプリンター、キャノンとか、まあ、エプソンとか、HP とかいろいろあるとは思うんですけど、そこはですね、選ばずに Windows 10以降はですね、必ずこの Microsoft Print to PDF というのが、あらかじめ入っているはずです。これ何かというと、 PDF に印刷するという機能ですね。あったかもこうプリンターに出力するかのごとく PDF に出力できちゃいます。昔はね、PDF に出力するときは専用の PDF、なんちゃらがいったんですけれども、必要だったんですけれども、今はですね、このマイクロソフトプリントトゥ PDF というのを使うことによって、何も他にインストールせずに PDF に印刷することができるようになっています。ということで、今回もこの、機能を使います。ので、まずこれを選びます。マイクロソフトプリントトゥ PDF ですね。で、印刷、日本語だとこれ印刷って書かれていると思います。印刷ボタンを押します。ここでね、いきなり印刷はされません。で、次に、ペーパーのですね、紙の方向を聞いていきます。あとサイズですね。今これレターって聞き慣れないですよね。日本とかね、ヨーロッパとかでは。アメリカはこの変な単位使うんですよ。リーガルとかレターとか。まあ、ほとんど A4 と同じなんですけど、若干違うんですよね。はい。でも皆さん、日本の方なので、ここでですね、まあ、おそらく皆さんのお使いなのは A4 の紙でしょうから、A4 を選びます。で、これ方向がですね、ポートレートとランドスケープって書いてあって、日本語だとどう書いてあるんですかね。ポートレート、縦横ですかね。ポートレート、ランドスケープ。まあ、これ、ポートレートが縦ですね。顔写真とかの方向です。ランドスケープは横方向ですね。どちらでも印刷したい方向のものを選んでください。それからこれ余白ですね。マージン。これそれぞれミリメートルで書かれているんですけれども、この紙の、余白をどれぐらいにするかというのは、まあ、これちょっとですね、どこまでこう攻められるかというのが、各プリンターで違うので、お持ちのプリンターでいろいろ試していただいて、最適な設定値を見つけていただければと思います。デフォルトでは 25mm になっています。はい。ので、今回ですね、じゃあ、横方向で、25mm でこれで OK をします。そうするとですね、こんな感じで、プリントプレビュー画面が出てきます。ちょっとですね、これ最大化されてて、キャプチャーの範囲に入ってないんで縮めますね。はい。今これ縮めました。入ってるかな？入ってますね。はい。ですね、ここでちょいと解説するんですけれども、まずですね、これがプレビュー画面で、ちょっとね、よいしょ。これだと分かりにくいので、後でちょっと分かりやすくする工夫をしますが、
ここで一つだけ、言っておきたいことがあって、まあ、伝えておきたいことがあってですね、ここにですね、目打ち穴をドットとして印刷という、オプションがあります。チェックボックスがあります。これチェックすると、こんな感じで、ですね、目打ちだったものが全部ドットで印刷されます。ので、もしね、何かの都合で目打ちじゃなくてドットがいいっていう方は、このオプションを、チェック入れてください。ですね、じゃあちょっとですね、これ実はこの青いところがですね、実際紙印刷される範囲なんですけれども、このプレビュー画面がですね、今のところこの、図形、一番大きな、図形の枠にぴったり合うようにできてまして、このおかげでですね、これ紙より全然ちっちゃいんで、何が何だかよくわからないんで、ちょっとですね、わかるための工夫をいたします。ので、一遍これちょっとキャンセルいたします。で、何をしたいかというとですね、紙って、まあ、A4 サイズって、確か横が297で、縦が210ミリなんですよね。なので、そのサイズで、ちょっとですね、テンプレートを登録しちゃおうかなと。よいしょ。四角形を選びます。で、幅が297。あれ？入ってない。297。高さが210。で、まあ、この辺からですかね。この辺から、まあ、この辺にしましょうか。この辺から書きますと。これで四角形作ります。これがですね、A4 サイズですね。ので、これがあるとね、さっきの画面もちょっとわかりやすくなるんじゃないかなと思いまして、これを作った次第です。で、このままだとちょっとわかりにくいので、ここにテキストで、A4、ランドスケープと書いて決定と。ちょっとお文字がちっちゃいので、これ40ぐらいにしましょうかね、フォントサイズを。よいしょ。はい。で、このまま、間違えた。よいしょ。選んで、まあ、こんな感じですかね。はい。で、これと、この外枠、これをですね、選択して、右クリックします、ここで。そうするとですね、テンプレートとしてリポジトリに登録というのが出てきます。これをクリックします。まあ、クリックとか選びます。そうすると、登録名何にしますかと、出てくるので、ここで A4 ランドスケープ、まあ、A4 横とかね、縦とかそんな感じでいいと思うんですけど、こういうふうに登録します。そうすると、A4 ランドスケープ has been registered successfully ということで、ちょっとごめんなさい、これ英語のメッセージのままですね。正しく登録されましたということに、まあ、表示が出ますと。そうすると、ですね、これじゃあ一遍ちょっとこれを削除して、削除。はい。せっかくなんでリポジトリ機能を使ってみましょう。で、リポジトリ機能をクリックしますと。そうするとですね、ここに A4 ランドスケープっていうのが加えられています。はい。これね、好きなところに移動できますんで、これ後で直しとこう。アップして、本当はこれどんどんアップボタンクリックするとダーっていくようにしたいんですけど、一回一回、セレクトが解除されちゃうんで、いちいちこう選ばなきゃダメですね。後で直しておきますけども。はい。まあ、こんな感じでですね、A4 ランドスケープというのを選んでダブルクリックします。そうすると、画面にこんな風に、さっき作ったテンプレートがですね、表示されるので、まあ、あとは好きなところにこう持っていくと。はい。以上がですね、リポジトリ機能の使い方でした。別にこれ、インスタの時に必ずやらなきゃいけないというわけでは全然なくて、いや、むしろやらなくていいです。今回この説明のためだけに作ったものなので、はい。はい。それではですね、もう一回ですね、この A4 の紙を、追加した状態で、印刷してみたいと思います。では、印刷いきます。先ほどと同じようにマイクロソフトプリントトゥ PDF になっていることを確認します。はい、印刷ですね。で、今回もランドスケープでいきましょうか。A4 ランドスケープでマージンが全部25ミリセットされてます。これで OK をします。そうするとですね、こんな感じで、プリントプレビュー画面が出てきます。で、この青いやつがですね、先ほど言いたかったやつですね。今ですね、このプレビュー画面がですね、A4 の紙のサイズいっぱいいっぱいで表示されています。なんでかっていうとですね、これが一番大きな図形だからですね、今登録してある。
登録というか今書かれているので、一番大きな図形がこの A4 の紙なので、まあ A4 の紙のサイズに出てくると。これですね、縮めたりできるんですけど、まあ、こんな感じ。はい。という感じでございます。でですね、この青い、枠というかエリアが一番重要でして、ここがですね、印刷される範囲です。この青い中が印刷されます。ですので、今この状態ですと、ここの状態で PDF に出力すると、ちょうどこの状態、ランドスケープのこの P の途中ぐらいで切れて印刷されるはずです。で、こうじゃない、僕は縦に印刷したいんだっていう場合は、もう一回ページセットアップで縦にしていただければ、ポートレートですね、選んであげて、よいしょと。すると、縦で、用紙設定できるようになりますので、これを、よいしょ、もう一回ここを拡大縮小してあげると出てくるかな。出てきましたね。はい。まあ、こんな感じでですね、縦を選ぶと、今ここまで印刷できます。ランドの D の途中ぐらいまでですかね。で、iPhone のこのカバーは目いっぱい入るというような感じです。というわけで、もしですね、これ間違えて、まあ、じゃあランドスケープにもう一回戻すとして、はい、ランドスケープ戻しました。でですね、こんな風に選んじゃったとするじゃないですか。間違えて。そうすると、iPhone のカバーが途中からしか印刷されなくて、この4の途中とランドスケープというのがだけが印刷された紙が出てきてしまいますので、ご注意ください。じゃあですね、これですね。ここを印刷したい、今回は。目打ちはそのままいきましょう。で、確認できましたら、プリントボタンを押します。これでプリントって押すと、PDF が出力されますね。はい。すでに、僕はテストしたやつがここにあるんですけど、もう一回、やりましょう。ベータテスト4の1ということで PDF 作ります。で、こうするとですね、一瞬ですね、画面が白くなります。こんな感じで。今これね、印刷というか PDF に出力している状況なんで、まあ、こうなっても慌てないでください。これが数秒続くと思います。はい、終わりました。そうしたらですね、フォルダを見てみると、どれだ？これかな？はい。これがですね、さっき、印刷した、まあ、PDF に出力したファイルですね。じゃあ、これを早速開いてみましょう。はい、こんな感じです。これ、紙、拡大、縮小。この方がいいかな。さっき、そうですね、見た感じで P の途中まで印刷されていると。これ、厳密に言うとどうだったんだろうな。もう出てこないかな。もう出てこないかもですね。あ、ここの状態かな。うん、こんな感じでしたよね。この P の途中までが青にかかっている状態で、本当にそうなってるかどうか。あ、なってますね、ちゃんとね。ここまでが、印刷されています。で、ここちょっと注目なんですけれども、ここにですね、10cm×10cm、100mm×100mm の、スケールが表示されています。この10ミリごとにですね、1センチごとにメモリが振られていますので、実際紙に印刷したときには、本当にこれが10センチになっているかどうか、縦、横、それぞれですね、10センチになっているかどうかっていうのを確認してみてください。たまにですね、プリンターによっては1ミリ、2ミリずれちゃって印刷されるっていうのがあるんですよ。PDF からでも。10センチでね、2ミリずれちゃうとちょっともうアウトな感じですよね。ですので、印刷したものが必ず 100% 縦横、正しいスケールで印刷されているかっていうのは必ず毎回確認するようにしてください。で、そうですね、ポイントというか、で、これをですね、実際紙に印刷するには、ごめんなさい、これちょっとさっき、お見せできてなかったかもですけど、これはAdobe のアクロバットリーダー DC というものを使っています。無料の PDF ビューアーですね。はい。で、これから、印刷ボタンを押すと、紙に印刷することができます。はい、こんな感じで、プリントダイアログ出てきますね。ごめんなさい、これまた英語版なんで、英語の画面になっちゃってますけれども、日本語版も、まあ、ほぼ同じようなものだと思います。で、今回ですね、実際のプリンターに出力したいので、ここをですね、プリンター、僕の場合はですね、家にこのキャノンの XK100 というプリンターがあるので、これを選びます。
で、次が一番大事なところなんですけれども、ここですね。縮尺を選ぶところが必ずあると思うんですけれども、これね、フィットっていうのは紙に収まる、ように印刷する。シュリンクオーバーサイズドページズって書いてあるのは、まあ同じようなもんで、でかい紙は、まあ要するに、でかい紙は縮小して印刷するっていうオプションなんですけれども、この2つ、どちらか、まあこれ選んじゃうとですね、確実にスケールがおかしくなります。何ミリかずれて、下手するとセンチ単位でずれて、出力されてしまいますので、必ずですね、このアクチャルサイズ、もしくは日本語だと実寸って書かれてるのかな、実サイズかな、等倍かもしれません。もしくは、このカスタムで、カスタムスケールで100%、これを指定するようにしてください。これをね、どっちでもいいと思うんですけど、これを忘れてしまうと、紙に印刷したときに確実にずれます。ですので、ここが一番重要なところです。これが、完了確認できたら、実際にプリントをしてください。そうすると、ここで見たのと、まあ、ほぼほぼ同じ、状態で出てくるはずです。はい。もしね、プリントうまくいかない方は、その辺をもう一回確認してやり直してみてください。はい。まあ、以上がですね、印刷機能の説明なんですけれども、一つですね、確認したいことがありまして、ベータテスターさんの一人からですね、印刷のダイアログがこうメインの画面の裏に入っちゃって、操作が何もできなくなってしまうというような報告を一件受けています。他の方から聞いてないんで、もしかしたらその方だけなのかなとは思うんですけれども、どこでね、どこのダイアログで裏に行ってしまうのかわからないんですよね。これ例えば裏に行こうとしてもいけないんですよね。必ず最前面に表示される、ダイアログなので、裏に行くはずがないんですけれども、例えばここで次の画面に行ったとして、次のこのダイアログも裏に、そうなんですね、これ怒られちゃいますね、裏に行こうとすると。なので、一体どこで裏に行ってしまってるんだろうなというのがちょっと分からなくてですね、もし同じ現象がある方はですね、どの画面で裏に行ってしまってるのかというのを教えていただけますでしょうか。このプレビュー画面もですね、実はこれ、最大化を解くと、まあ、こんな感じで縮小とかできるんですけど、これもですね、裏に行けない画面なのですよ。なので、裏に行くはずがないんですけれども、もしかしたらこいつが行っちゃってる、ちょっとわからないので、どこの画面で裏に行ってしまっているのかというのを、教えていただけますでしょうか。で、その方曰くですね、Windows キーを押しながらカーソルの上を押すと、治ると。多分最大化の頃かな。という話なので、もし問題が出てる方はそれで、直してみてください。はい。以上ですかね。はい。というわけで、今回のチュートリアルは、短いですけれども、以上です。引き続き、ベータテストの方、よろしくお願いいたします。ご意見とかですね、感想とか聞かせていただけると非常に嬉しいです。それでは今回の動画は以上となります。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。